はい、皆さんこちら X です。今回ですね、 Google 翻訳を使って月間20万円以上稼げる方法について伝えようと思います。皆さん Google 翻訳使ったことありますか？ Google 翻訳は無料ソフトとしてよく使われていますか？実はある方法を使えばそれでお金を稼げます。例えば19万、21万、27万この方法を使えば毎月約20万円以上稼ぐことができます。この方法は簡単かつスキルなしでできます。もちろんこの方法を使うときに余計なお金は一切かからないです。しかも世界のどこにいてもこの方法を使ってお金を稼ぐことができます。では実際にいくら稼げるか、もし私たち1つのファイルを訳すればそれで5000円から1万円の収益を稼ぎます。さらに5つのファイルを訳すればそれだけで2万5000円から5万円の収益を稼ぎます。もちろん個人の努力次第でやればやるほどその分の収益が高くなります。それは単に私たち持ってるスマホかパソコンを使ってお金を稼ぐことができます。興味がある方は絶対見逃さないように。 OK Let's goAudio Jungle。 初めて僕のチャンネルを見る方に軽く僕のチャンネルを紹介します。僕のチャンネルは現在主にインターネット上に最新のお金稼ぐ方法を紹介しております。毎週良質な情報を皆さんに共有しようと思っているので見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。そして動画の内容がいいねと思ったらグッドボタンをお願いします。 OK 本題に入りましょう。今日の動画では X がどうやって Google 翻訳を使ってこのようにお金を稼げるかを紹介していきます。この方法は皆さん持っているスマホかパソコンを使って簡単に始めることができます。まず皆さん自分のスマホかパソコンでこちらの latim.org へアクセスしてください。こちらのサイトは実際に私たちが収益をもらうところです。もし私たち Google 翻訳とこちらのサイトを組み合わせて使えばそれでお金を稼ぐことができます。これから X は一つ一つステップを踏んでこの稼ぎ方について詳しく解説していきます。興味がある方はその流れに沿ってやってみてください。 OK まずこちらを見てください。このサイトではたくさんの仕事があります。例えばこのプロジェクトをやれば5万から10万の収益を稼げます。こちらは5万から7万5000円の報酬となっています。またアンケート調査、レビューを書くなどの簡単な仕事もあります。こんないっぱい仕事があることは私たちにとってすごくいいチャンスになると思います。もし私たちこれから紹介する方法をやればここで多くの収益を稼げます。ではどうやってこのサイトで仕事をするのか。ステップ1、私たちサイトへアクセスしてからまずここで無料のアカウントを作る必要があります。そしてさっきお見せしたプロジェクトのところで自分がやりたい仕事を選択します。そのプロジェクトを選択したらすぐ仕事を始めることができます。もしそれを終わらせれば24時間以内にサイトからその分の収益を振り込んでくれます。非常に早いです。ステップ2、選択したプロジェクトを終わらせたらサイトに提出する必要があります。後ほど X は具体的にどうやって操作するのかを解説していきます。ステップ3、もし提出したプロジェクトが承認されたらそれで24時間以内に収益をもらえます。 OK まずどうやってサイトの無料アカウントを作るのかを見ていきましょう。ホームのところに I want to work のところがあってそれをクリックします。この画面で私たちのメールアドレスを入力すればサイトから認証のメールが届きます。そしてここをクリックします。この画面で名前、ユーザー名、パスワードなどの情報を入力すれば簡単に無料アカウントを作れます。ちなみに名前のところはアルファベットで入力します。もし皆さんアカウント作成したら次のステップはここでプロジェクトを選択します。見てわかると思いますが、ここにデザイン、ソフトウェアなどいろんな種類の仕事があります。どれもある程度のスキルが必要です。心配しないで、実はこの中に全く経験やスキルがいらない仕事もあります。僕からのおすすめは翻訳と言語のジャンルです。ここを見てください。ここにたくさん翻訳のプロジェクトがあります。例えば日本語を英語に訳すとかスペイン語を英語に訳すとか、もし私たちここでプロジェクトを選択すれば一つ終わらせると5000円から1万円の収益をもらえます。例えばこれは実際僕が選択したプロジェクトです。こちらはヒンディ語の文章となっています。もし私たちこれを英語に翻訳すれば7500円の収益をもらえます。またこちらはもう一つのサンプルです。同様にもしこのスペイン語の文章を英語に訳すれば私たち9500円の収益を稼げます。多分ここでは私スペイン語、ヒンディ語なんか全くわかんない、どうすればいいのと思う方がいるかもしれません。心配しないで、もし私たち Google 翻訳の力を借りればそれで簡単にこれらのプロジェクトをクリアすることができます。それで一つのプロジェクトを終わらせるだけで5000円から1万円の収益を稼げます。しかも何回も何回もこの方法を使ってお金を稼ぐことができます。まず皆さん Google で Google Translate を検索してください。それで検索したらこの画面が表示されます。もし私たち指定された文章をコピーして左のところに貼り付ければソフトは自動的にその文章を右のところに訳してくれます。
また今見ているこの画面は非常に小さいので、もしパソコンで操作している方でしたら、ここをクリックすれば今見ている画面は拡大されます。スマホで操作している方は画面のロックを解除して横にすれば操作しやすくなると思います。また Google 翻訳はアプリもあるので、それをダウンロードして操作することもできます。もしこの画面に入ったら、まず文章の言語を選択します。そして文章のところに戻って、例えば一部の内容をコピーしてから Google 翻訳のところに戻って左側に貼り付けます。そして Google 翻訳は自動的に私たち貼り付けた文章の言語を検索します。例えばここにヒューディング語が表示されています。もし問題がなければ、このように自動的に英語に変えてくれます。そして訳された文章をコピーして Google ドキュメントか Word で提出用の新しいファイルを作成します。そのファイルに今訳した文章を貼り付けます。そして同じのやり方で残りの文章をコピーして、今ここにある文章を削除してから貼り付けます。訳された文章をこのように新しいファイルに貼り付ければ簡単に一つのプロジェクトをクリアすることができます。またサイトからもらう文章は基本的にファイルの形となっています。もし私たち一部ずつコピーして貼り付けると結構手間がかかります。こういう時、もしここのドキュメントをクリックすればそのままアップロードすることができます。文章をアップロードしたら Google 翻訳は自動的にファイルを翻訳するので、結構短期間で作業を終わらせることができます。これで翻訳の部分が終わりましたが、まだ終わりではないです。見てわかると思いますが、さっき訳した文章はこのように文法のミスがあります。もし文章が長くなってくると、このやり方でやるときにこのような文法のミスがたくさん出てくると思います。もし文法ミスだらけの文章を提出したら、せっかく時間をかけてやった仕事は収益をもらえません。なのでこれらの文法ミスを修正する必要があります。心配しないで、これから紹介する構図があなたが思ったより簡単です。ちなみに文章長ければ長いほど、その分の収益が高くなります。もし私たち訳した文章をこのように Google ドキュメントが Word に貼り付けたら、文法ミスがあるところは青い線で表示してくれます。私たち単にマウスでクリックするだけで、その単語の上に正しい単語が出てきます。そしてもう一度上の単語をクリックすれば、このように自動的に修正してくれます。またパソコン版とスマホ版は連携しています。スマホで操作するときに、もし先にパソコンで文章を貼り付けたら文法ミスがあってもうまく表示されない場合があります。こういう時にその文章をもう一度コピーしてから新しいファイルを作って貼り付ければ、文法ミスがあるところはうまく表示されると思います。そして指でタッチすれば、同じようにソフトは自動的に文法のミスを修正してくれます。そして完成した文章をサイトに提出し、サイトの責任者がそのプロジェクトを承認してくれると、一つのファイルを終わらせるだけで5000円から1万円の収益を稼げます。しかもその分の収益は24時間以内に PayPal、PayOnion、銀行振込など多くのツールで受け取ることができます。これは一連の流れとなっています。質問がある方はこちらのメールアドレスに送信してください。8月から毎週日曜日に Zoom で質問コーナーをやっているので、参加したい方は事前にメールで応募してください。また私たち Google 翻訳で文章を訳すことがとても便利ですよね。それが便利だけではなく、この方法を使えば一つのファイルを終わらせるだけで5000円から1万円の収益を稼げます。実際にインターネット上にこのような簡単に稼ぐ方法がいっぱいあります。ちゃんとした方法を使えば、あなたもインターネットをフル活用できると思います。興味がある方はぜひやってみてください。 OK、 もし今日の内容がいいねと思ったらグッドボタンをお願いします。これからも毎週良質な情報を皆さんに共有しようと思っているので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、皆さんこんにちは、 X です。今回ですね、 YouTube 動画見るだけで日給1万5000円以上稼げる方法について伝えようと思います。